仕事の拠点としてはあの海外で挑戦することにして本当に良かったなとは思っています。えー、皆さんこんにちは、えー、靴のしおりです、えー。この度はこのような栄賞、えー、をいただきましてありがとうございます。えー、私はこれからも、えー、自分のできること、今までやってきたことを変わらず。 やって、えー、自分の出演する作品が一人でも多くの方にあの届いてくれたらいいなと思っております。えー、ありがとううございましたそうですねこういうイベントみたいなものはもう最後いつだったのかもちょっと記憶にないほど前なのであの、はい、なああこういう感じだったなっていう懐かしいような気持ちでいます。 ちょうど今日から偶然アップル t v プラスで「新しいインベージョン」という作品がシーズン1が配信先ほど数時間前されたんですけどその作品では今回日本生まれ日本育ちの日本人役を演じていてダイアログも全部日本語なんですけれどもやっぱりまだ向こうの,そのダイバーシティみたいな面ですとか。 あのそういうことがだいぶ変わってきてはいると思うんですけどまだそこが結構挑戦が多いことが多いかなと思うのでやっぱり私が向こうの作品に出演することによってそういうものが変わっていったりだとか日本の方が、えー、とそういうふうにもうちょっとこう外に出たりとか視野がそうやって変わっていくきっかけとなったらいいなとは思ってます細かいことではたくさんあるんですけどやっぱり大きくその取り組み方が変わったかなっていう。 あのもちろんそのオーディションを1年中、えー、受けながら、まあ、オーディションシステムなので、えー、とそれで受かってからも基本的に役者さんは向こうは現地も入りも現地でも1人の、えー、撮影になっていくのでやっぱり長い撮影生活あのその今日配信のアップルなんかも。えーと 1>, 1年半の間撮影していたのでその長い間自分一人で、えーまあ、異国で慣れない環境の中で,で全然違う,こう、えー、と国の方とみがみんな現地入りしていろんな違う視点がある中でものづくりをしていくっていうのは結構そうですね慣れてきたような慣れてきてないようなでもまあ本当にとっても日々刺激的な。 あの環境で仕事できていると思います。